私は2016年投資のズルトレーダーの世界チャンピオンで、その金ですけども1億円投資をしておりました。ものでございます。今日は2024年4月29日午後15時51分です。先週ね、流してしまいまして、ここで、売りに入ったんですけど、ここまで上昇。資金の35%近くまで、損益が出て、今戻ってきたところですね。こう真ん中辺ぐらいですね。ここで取引したんですけど、本当は入りはここなんですけどね、安く買いまして、ただ流れちゃったんで、ここで、取引した時と同じぐらい で計算しようと思ってます。利益なしでですね。資金は1万円ぐらいの資金で、今マイナス2346円ですね。資金を抑えて増やしていくのがいいと。で、難品を打たずにね、頑張ったっていうのがやっぱり一番良かったなと思ってますね。一本打ちですね。それから今後もこういう、このシグナルで打つときに流れるんでね、こんなに流れてるんですよね。で、いいのか、そのためにそんな大きく流れたときに、ね、30%も、資金の30%も、溶けるというか、マイナスに反動するというのは、いいものなのかということですよね。これは、大金で投資してると、こんなに損切りが多く出て我慢はできにくいかと思うんですよね。だからそれをちょっと考えております。今のうちできることですよね、この1万円の資金でね。ということでございましてね。戻りそうなんですけどね。ここですね。こっからここまでしょ。で、こっからここまで5000ぐらいになっちゃうから。マイナス50%ぐらいになっちゃったわけですね。半分ぐらいですかね。戻ったんでよかったけども。ここからここまでが2500円ぐらいだから、5000ぐらいいっちゃうんですね。怖いね。それでちょっと大きく見てみましょう。こうですね。本当だったらこれをね、ここに持ってきて、リグインしないといけないね。ここですね。今、ここからここまでがリグインと。これちょっと移動していくんで、調整しながら行くんですけど、しかし、ここで打って流れすぎちゃったんで、この時はもう怖いから、利益なしにしましょうということですね。このようにね。ここ全体で見ると、こう。冷やしで、駒だったら戻るんじゃないかと、こう、跳ねちゃってるんでね。通常見てるとこれでも、こんぐらい戻るんで、ちょうどギリギリ、利益ないけど戻せるんじゃないかなと思ってるんです。これなんかを見てもね。
まあしたわけじゃないんで、作戦なんで、こういうことは、先月も同じように20%ぐらい出たんですよ。30%ぐらいですかね、マイナス。それから復帰してるんですけどね。で、通常これね、1時間してみたんですよ。ね、1時間足で見たときは、ちょっと切り替えてきますね。シグナルが少なかったんでね。あるのを探したんですけど、この1時間足のシグナル出てたんですね。設定値はこれですね。これですね。1時間足で打ったんです、そこ。それで、ズドーンと上がっちゃって、で、ここで打った場合は、ここまでが利食いなんですね。だけども、ズドーンと流れちゃったんですね、こんなに。これではちょっとね、もうここではもう、利食いできないですね。それでね、4時間足でも見てたんだけど、それもね、流れ戻れるような位置じゃないんですよね。これですね、これこれ。これですね、これも、だからこうだから、ここまでが利食いなんだけども、これ利食いしたら、400円ぐらい取れるかな。ね、500円ぐらい取れるんですね。だけど、流れすぎちゃったんで、これはもう、利益なしでね、もう損益が出ないようにするのがいいだろうということですね。予想以上に流れ過ぎちゃった場合怖いんでね。だから流れ過ぎた時はもう儲けなしということで、失敗したということで、ね、取り返しだけするのがいいみたいですね。これ4時間足ですよね。こんなですね。こんな具合なんですね。このこっからの上がりがビヨーンっていきなり上がっちゃったんだよね。こんなことはあるからね、驚きますよね。何ピップスぐらいかっていうと、492ピップス、500ピップスぐらいですね。500ピップスも跳ね上がっちゃったですね。これは本当に大変だな。大体月利5%ぐらいが精一杯ですかね。それで半年分取られちゃうんだからね。そんなことを繰り返してたらいつかやられちゃうんじゃないかなとは思うんですけどね。こういうミスで取り返しできなかったら、今はいいけども、もっと上がっちゃったりしたらもうどうしようもないですからね、もう。口座資金全部失っちゃうことになっちゃいますからね。しょっちゅうこの駆け引きをしないといけないなんていうのは、ちょっときついですね。
なんかいい方法ないかなと、今、苦戦して考えてます。まあ、このインストがリペイントされるんでね、でね、これを、今度は、目が見えないな。手腕ね、手腕。手足ですね。手足で見ないといけないね。で、主文をちょっと見とくかな。資料こんな感じなんですね。資料を打つチャンスなんだね、今ね。まあ、追加できないですね、資金が足んないからね。帝国ホテルの食事の、ね、あ、結構いいなとは言うんだけども、もう食事が食べられないですね。糖尿病なんかでね、美味しいの出してても、バイキング風ですね、美味しいんだけど、まあ、日本で帝国ホテルが一番安心でいいですけど、あれはちょっとね、もう食べられないですね。美味しそうなんだけど。食べたって1000円ぐらいしか元取れないですね。6000とか1000ぐらい買いますかね。一食ね。ビーフェね。もうビーフェはダメですね。食べられないですね。まあ、いろいろ参ってますよ、最近ね。以上、私は2016年、投資のズルトレーダーの世界チャンピオンです。どうもありがとうございました。今回は、作戦は通りなんだけども、こういうこともあるんだけども、損益がだいぶ出て取り返すのが危険だという具合ですね。大金投資してたらもう困っちゃいますね。それを今考えているところで、方法が見当たりません、まだ。ありがとうございました。